マッシーのお手上げマンデー、イエーイ。はい、7月2日月曜日です。はい、今日も始まりました、マッシーのお手上げマンデーのお時間です。はい、7月一発目の放送ですが、今日は収録放送となっておりますので、チャットはございません。ございません。残念ですね。残念ですか？残念っていうか、ちょっと寂しいですね。寂しい感じのね。実は今日6月25日に収録をしておりまして、うん、はい、とても暑い一日なんですが、はい、7月2日は暑いのかな？じとじとしてるんでしょうか？じとじとしてそうですね。想像で喋ろうか。想像で。ね、今日も一日梅雨でジメジメの中、お仕事お疲れ様でございました。お疲れ様です。収録放送ラジオバージョン第2回です。前回の放送がさ、割と好評だったんだよ。だから期待とかがあるし、私たちは前回の放送で疲れた感じを思い出すとゾッとするんですが、今日も頑張ってまいりましょうということで、じゃあもう早速勢いをつけていこうと思います。はい、曲をかけちゃおうか。かけちゃいましょうか。かけちゃいましょうか。ジメジメとして、ジメジメを吹き飛ばす爽快なやつを一発お願いします。では曲振りでおなじみの渡辺がここで、紹介を、曲の紹介をしてまいります。はい、お願いします。じゃあ、はい、やらせていただきます。はい。いや、まあ梅雨はジメジメして、うん、僕大っ嫌いなんですよ。はい、うん、湿気がやばいし。はい、ということで、はい、というわけで1曲目、そんなジメジメを飛ばしてくれる曲をお送りしましょう。はい、クロロと夢のでブレイクアウェイです。どうぞどうぞ。はい、聴いていただきました曲は、クロロと夢名でブレイクアウェイでした。爽快だった？爽快ですね。すっきりした？すっきりしました。さっぱりした？さっぱりしました、ね、さっぱりした、うん、ね、変わんないけど気温は、うん、気の持ちよってこと。気の持ちよっすね。皆さんもだるい月曜日1週間の始まりですけど、
気の持ちようですので、あのいっぱいブレイクアウェイを聞いて元気に乗り切ってください、はい、終わりみたいになった終わらないですよでは早速なんですが、今週のテーマに参りますか。やだ参りませんか。参りませんか。参りましょう。参りましょう今週のテーマはドキ、異性のお手上げな仕草です。俺私が、異性にされるとドキッとしてお手上げな仕草を募集したのです。なよちゃんもある、そういう仕草。そうですね、結構多数あります、結構多数ある。じゃあ後ほど聞いていきましょうじゃあいただいたエピソードというかを読んでいこうと思います。はい、いいですか。どうぞ。では、一つ目のエピソードはラジオネームクリクリ坊主のおっさんさんからです。前回もエピソードくださった。何のエピソードだったか覚えてる？と確か結構感動的なやつ。感動的なやつ違うよ。クリクリ坊主さんはさ、お尻餅ついたエピソードだよ。あの滑って転んじゃった。あその後お尻は大丈夫でしょうかクリクリ坊主のおさんさん、今回もエピソードいただきありがとうございます。ありがとうございます。では読みます。はい、異性のドキエピソード。ドキドキする異性の仕草はありがちですが、長い髪の毛をまとめるときに手で髪の毛をまとめながら髪をまとめるゴムを口で加える仕草がたまりません。びっくりマーク。わかるわ。シンプルにわかる。わかるわ。口に加える女子なんている？加えないですか？加えないね。よだれがついちゃうそっちの、そこの心配。でもなんだろう、テレビとかでよく見るかもね、ドラマとかアニメとか、あれじゃないかな、あの某有名な日本のアニメジブリの千と千尋の神隠しで、千尋ちゃんがあのさ、最後ヘアゴムをさ、おばあちゃんと作ってさ、最後縛るの時に加えてた気がする。加えてる。あれもドキッとする。ドキちょっと幼すぎる。ちょっと違う、幼すぎる、こういうシチュエーションに出くわしたことある？ないっすね。ない。付き合う子全員髪の毛短くて、そもそもショートカット派？ショートカット派っすねさらっと、だそうです。あのお聞きいただいている女性の皆さん、髪の毛を縛るときには面倒でも一度口にゴムを加えてくださいはい。だってこのままもう一個エピソード読んじゃおうかな。あ、ぜひ、はい、ぜひ、ラジオネームさん、ラジオネームさん、ラジオネーム愛がすべてさ、今こそ誓うようさん。あ、聞いたことある。どっかで聞いたことあるです。この歌知ってる？知らないです。あ、そう、知らない。じゃあそのまま読みます、はい、マッシーさん、渡辺さん、いつも配信楽しく拝見しております。俺本名じゃなかったあれバレてる。あれ、まあ渡辺です、はい、異性の、あ、違う、ごめんなさい、急いでキーボードを叩いてますので乱文乱筆お許しください。 W ダメです。 W ついてる。ドキ、お手上げな異性の仕草とのことですが、いくつかあります。まずその人の癖とかを見てしまうんですが、顔の表情の癖とかにドキってしてしまうことがあります。顔の表情、例えば頬を膨らます癖、唇を噛む癖、まあ好意を抱いている人がすれば何でもハマる単純なやつなんですが、笑い。あとは女子、女の子がズクシをしてくると極限にドキッとします。へー、ズクシって何？攻撃する、攻撃音ですかね。攻撃音
チョップするような手の形で相手を突く、まあ愛情愛嬌のあるツッコミですよね。ねえねえなあなあとかいうおねだり文句も俺にとってはキングワード。これを言われてしまう、言われると何でも言うことを聞いてしまったり、悪用厳禁。これいいこと聞いたね。いいこと聞いた。やはり単純すぎて騙されやすい体質ってことなのかもしれません。お二人はどんな仕草にドキッとしますか？よかったら聞かせてください。リクエストはマッシーさんがなべちゃんに全力でディクシをする30秒チャレンジでお願いします。かっこ嘘だって。30秒ディクシ、30秒間ディクシするってことそれはでもやっぱ 見えないと面白くないから次回に持ち越す。あらやる。なべちゃんあの怪我するかもしれない。怪我する。あ骨折じゃ済まなそうな、うん、ちょっと困るから次回またライブ配信の時にやろう。そうしましょうでこれさ、ここ気になったねえねえなあなあなどのおねだり文句だって。これちょっとさやろうよ。エコーって、エコーかかるかな今。ねえねえでさなんかねだろ、この、あの愛がすべてささ一人ずつ。そうっすね。でちょっと考える。なべちゃんさっき行く。そうっすね決めた。ねえねえでもいいし、なあなあでもいて。じゃあなべちゃんからいきますか。じゃあ行きましょう。じゃあこれでもしグッときたらそれがもらえるから。ああ頑張ってください。じゃあはい行きます。なべちゃんのおねだりまで3、2、1。なあなあ、カールツアイスのレンズ買ってくれよはい、ちょっと渋めだったけど大丈夫。異性に対してだから。あ、そっか。じゃあ、鍋ちゃんは今女性のリスナーさんに向けておねだりをしたんですね。今のおねだりにグッとした方は何？カールルイス？カールルイス買ってくださいカールルイスのカールツアイスのレンズ買ってください、うん、レンズ買ってください、はい、今一番欲しいやつかも。かやこさんのところに送ってください。いいレンズなんですね。そう、いいレンズですよ、うん、あの新しく買ったこのロジクールのカメラのレンズもカールツアイスのレンズ使ってるんですよ。だそうですので、はい、いるかな。送られてくると思う。来たら嬉しいですね、うん、じゃあちょっと1ヶ月くらい様子見ようかまあ何でもいいんで送ってください。何でもいいんで送ってください。とりあえずソニーの E マウントで詳しく、はい、お願いします。はい。はい。はい。私もやりたい。私もやる。どうぞ。はい。なんかやって振ってよ。え、俺が振る？あ、え？え？ねえねえしたいよ私も。ああ、じゃあ。じゃあマッシーさんのおねだり攻撃です。どうぞどうぞ。いいの？もう言っていいの？どうぞ。はい、せーの。ねえねえ、毎月100万円ずつちょうだい。あー、何？ちゃんとできた？これは毎月あげちゃいますよね。皆さん100万円くれる？100万円くらい余裕ですよね。月々100万円欲しい。月々100万。はい、ということで、まあおふざけはこれくらいにしてさ、で、なべちゃんのドキッと仕草を最後に聞こうかな。あ、最後に俺が締めでね。そうっすね。最近すごく自分のこのまあ性癖というものが、うん、性癖というものが変な方向に傾いてきてしまい、あのイヤホンをこうつける時のこの耳かけのイヤホンをつける時の仕草が好きになりました、うん耳かけのイヤホンをつけてる人なんて電車の中とか、電車の中とか、うん、あのショートカット、まあ、ボブヘアぐらいの子が、あの耳、ボブヘアって耳隠れるじゃないですか、うんうん、それを耳をかき分けて、うん、イヤホンを耳かけにする仕草が好きですね、うんうん、つい見入ってしまうんですあとどんなイヤホンをつけてるんだろうみたいな、お手上げ仕草、お手上げ仕草ですね。ちょっとドキドキして見ちゃいますね電車でよく見れる。電車でよく見れますね。
じゃあ皆さんも見てみてください。ジロジロ見てたらあれですよ。そんなセクハラになった。でも電車乗り込んですぐつけるのか。うん。座ってかけてる。うん、ちょうど目の前にいたら最高ですけど。だそうです。はい、まあまあ了解、はいはい、というわけでお手上げ仕草でした。仕草でした、はい、ね、では今日はもう時間が迫ってきているということで、はい、最後にですね、くりくり坊主さんからリクエスト曲をいただいていますので、そちらをかけてお別れとなります。はい、早いね、いつも1時間流行ってるからさ、うん、15分あっという間ですけど、うんうん、まあ私たちのキャパシティはこれくらいなので、これくらいですね、これで終わります。皆さんも、ドキッとする異性のお手上げ仕草、今後もまた調査していきますので、はい、はい、日々異性を観察してください、はい、では、ラジオネームくりくり坊主のおっさんさんからのリクエストは、笑顔のつぼみです。クロロと夢な笑顔のつぼみです。ではまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。